はい、こんにちは、スワクテラと申します。今回はドラグマを入れた儀式請願になります。今回ね、この構築なんですが、これを入れるちょっと前はね、シャドウルを入れていました。要するにシャドウルークを入れた形なんですけれども、エクストラがパンパンになってきたので一旦抜いてますけども、本来は入れてます。シャドウルーク1枚入れるだけですしね。それ以外は特にないかな、変更点は。だから動画の内容でも結構シャドウルークを、まあ、出してるとこはあんまないんですけど、サーチするとこはどこだったと思います。やはりね、まあ一番は、まあ、基本高校を取るんですが、基本高校を取るんですが、一番重要な点はこのマクシムスから動けるということ。天帝からね、動けてこう。またただ天帝がね、アークデクレアラーを落とせない、ここが難点ですね。だからアークデクレアラーを落とすのはマクシムスに結構頼り切りになっています。だからまあ、もし落とせたらラッキーぐらいの感じでいいと思いますね。ほとんどの場合はドラゴン目覚めの旋律とかその他から出して、まあサーチして、まあここら辺はすびきに頼っちゃいます。はい、それじゃあ対戦やっていきましょう。
はい、お疲れ様です。儀式聖眼の儀式ドラグマ聖眼の出来紹介動画でした。以上ですね。まあ40枚でね、一応やっていたんですが、はい、入れたいカードは腐るほどある。まだまだ全然あるんですよ。ほんといっぱい入れたいカードあるんですけど、40枚で仕留める、40枚で収めたいという僕の思いがね、ここに詰まってる。まあもしよろしければ参加してあげてください。それではワクテガでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。